1、夢の中の出来事はその進行していく移り変わりの間に非常に突飛な辻褄の合わないところがしばしば出てくる。いな、そのような場合の方がずっと多いので、そんな超自然な継承物体の不合理極まる活躍天変がすなわち夢であると考えた方が早い。にもかかわらず、その夢を見ているうちにはそうした超自然不合理を怪しむ気がほとんど起こらないばかりでなく、その出来事から受ける感じがいつでも真剣真面目で、現実もしくは現実以上に深刻痛切なものがあること。2、未だかつて見たことも聞いたこともない風景や素敵もない天変地異が実際と同様の感じを持って現れてくること。3、夢の中に現れてくる出来事はそれが何年何十年の長い間に感じられる連続的な事件であっても、それを見ている時間はわずかに分もしくは秒をもって数えうるほど短いものであることが近代の科学によって証明されていること。